アイテム番号 SCP-237。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル回収された SCP-237-1 の構成要素はそれぞれ収縮包装を施し、個別に収容します。活性化の初期兆候を検出するため、レーザーグリッドが各構成要素の周囲に確立されました。SCP-237-2 の各個体は、その大きさに合わせて小型化した収容室に個別収容され、模範的な行動を条件として他個体との監督下交流が許可されます。SCP-237-2 個体間の交流を監督する職員は日本語の会話表現に精通している必要があります。すべての交流は音声、映像記録に残されます。SCP-237-2 個体群は定期的に、自らの損傷を修復するための樹脂や粘土の供給を要請します。自傷行為に走ることを抑止し、備蓄を防ぐために、これらの要請は月1回以上認可されることはありません。損傷の修復に使われていない供給品は除去されることになります。未収容状態の SCP-237-2 個体の監視を維持するため、標準型データマイニングボットが、日本の関西地方全域における法執行機関の IT インフラストラクチャにインストールされています。SCP-237-1 の動画のさらなるコピーを検出するため、標準型インターネット監視ボットが動画共有サイトの確認を割り当てられています。検出された該当の動画はプレンダー、プロトコルに従って取り下げられます。説明 SCP-237 は、SCP-237-1 の物理的残骸と、当該以上存在によって作成された SCP-237-2 個体群の総称です。財団に交流される以前の SCP-237-1 は、外見上は日本人男性であり、24歳であることを示す偽造身分証を所持していました。対象は、SCP-237-2 個体に知性、感覚、独立移動能力を付与する異常な能力を示していました。SCP-237-2 個体は、粘土とポリウレタンで作られた16体のフィギュアであり、SCP-237-1 によって意識、視力、聴覚、独立運動性を異常な形式で与えられています。個体群のうち14体は日本語を話す能力があり、さらにこのうちの3体は英語で会話することも可能です。長期収容のためにサイト、12へ移送されている最中、SCP-237-1 は唐突に混沌し、SCP-237-2 個体群と組成的に類似する粘土とポリウレタン樹脂の数十個の塊へと分離しました。しかしながら、SCP-237-2 個体群に使われている樹脂粘土が同質的で特徴に欠ける一方、SCP-237-1 をかたどる混合物はサブミリメートルレベルまで正確な人間内臓のレプリカを形作っています。収容されている SCP-237-2 個体のリスト。1フレンチメイド服を着用した人間女性、身長23センチメートル。デッキブラシを保持、除去不可。2水着を着用した人間女性、身長19センチメートル。猫科生物の耳、片方が破損、破損、肉気流を有する。3革製のライダージャケットを着用した人間女性、身長25センチメートル。ジャケットのジッパーはへその下まで開いた状態。左前腕が欠落している。4武者鎧を着用した人間男性、身長27センチメートル。顔面には特徴が見られない。刀、除去不可を用いて日本語の字を書くことにより意思疎通する。午前裸の人間幼児、身長20センチメートル。性器はなし。会話能力を示さないが、日本語の手話に精通している。6痩せ衰えて内臓が視認可能な人間男性、身長30センチメートル。修復の試みによって頭部が後ろ向きについている。7水着を着用した青年期の人間女性、身長22センチメートル。不均衡に大きな、アニメ風、の目を有する、機能性なし。8オフィス用の事務服を着用した人間女性、身長24センチメートル。永続的に着座姿勢を維持している。9皇帝ペンギン、アプテノディテスフォーステリ、身長15センチメートル。10、ゴシック、ロリータ、スタイルの衣装を着用した人間女性、身長22センチメートル。後頭部が欠損している。
11体装服を着用した人間女性、身長21センチメートル、足は未完成。12武者鎧を着用した人間女性、身長23センチメートル。13擬人化された昆虫型生物、身長12センチメートル。シルクハット、複眼、関節がある4本の手を有する。獅子をこすり合わせて発声と同等の音を生成することが可能。14擬人化されたゲッチ類型のカープーン鳥キャラクター、身長10センチメートル。身体は歪んでいる。15骨格だけの生物、身長24センチメートル。基地の私有の骨格構造とは一致しない。16、悪魔的な、漁師の人型実体、身長30センチメートル。右腕はダクトテープで止められており、左腕は欠落している。SCP-237、ニコ体の心理学的プロフィールは、統計的にありえない率の一致を示します。しかしながら、これはさらなる異常性の兆候というよりも、彼らが同一の起源を有することに起因していると推測されています。回収記録 SCP-237-1 は、動画共有サイト、編集済み JP に自身の異常性を実証する複数の動画をアップロードしたことによって発見されました。機動部隊が住居へ派遣され、対象は SCP-237-2 個体群と共に交友下に置かれました。インタビューログ237-411QL からの抜粋、回答者 SCP-237-2-9、ペンギン。SCP-237-2-9 なんだかさ、多分俺が人間、いや、人型存在、じゃねえからだと思うんだけど、俺は多分他の連中よりも状況がはっきり見えてると思うんだ。グラッドストン博士法 ?SCP-237-2-9 皆はまだ、あいつが俺たちのところに帰ってくるのを待ち続けてる。あいつが俺たちを助け出し、自由にして、修理して、そういうことを全部してくれるだろうと期待してる。グラッドストン博士そして、あなたはそう思わないんですか ?SCP-237-2-9 なぁ。俺だって皆と同じぐらいあいつのことを愛してたさ。でもあんたたちが俺たちをここに連れてきて、どのぐらいだ、3年か?グラッドストン博士来月で4年になります。SCP-237-2-9 4年近くか。なのにあいつは何一つやろうとしなかった。襲撃もないし、忍び込んでも来ないし、何もしてない。それで、俺はあいつがただ俺たちを見捨てたとは信じられないんだ。最初のうちは、あいつもあんたたちに捕まったからだろうと考えてた。グラッドストン博士それについては肯定も否定もできかねます。SCP-237-2-9 先生。俺たちはあんたたちがあいつを捕まえたのを知ってるんだ。あの日、あんたが俺たちを捕まえる前に、あいつが捕まるのを俺たちは見た。ほとんどの連中は、あいつがどうにか逃げ果たせたと信じてるだけ残った。それに、OLSCP-237-2-8 とガリガリ SCP-237-2-6 は、あんたらがおとりの偽物を捕まされたと考えてる。グラッドストン博士そして、あなたはそう思わないと ?SCP-237-2-9 いや。俺は、あいつがおとりを作れるぐらいには切れるやつだと自分でも信じてると思いたい。でも、あいつは、うん。あいつはアホじゃないと思う。そうでなけりゃ俺の頭の方が鈍いんだ。でも俺が思うにあいつは、ネイブ、とかいうやつグラッドストン博士、ナイブ、ですね。フランス語由来の言葉です。SCP-237-2-9 ありがとよ。ナイブ。あいつには、うん、そういうところがあったよ。それで、あいつは死んだ。違うか。グラッドストン博士繰り返しになりますが、それについては。SCP-237-2-9、肯定も否定もできかねます。だろ。でもな、正直言って、筋の通る説明はこれしかねえんだよ。あんたは俺たちを互いに合わせてはくれるけど、あいつとは会えないだろ。あんたは俺に、いや、他の連中に、補修用の粘土をくれるけど。俺たちはあいつに直してもらう代わりに自分で修理しなきゃならねえだろ。あいつは死んでるんだ。俺は、あいつが苦しまなかったことを願う。グラッドストン博士それについてはコメントできません。本当に、本当に申し訳ない。理解してください。
SCP-237、に、キュアー。いいさ、理解はしてる。実際、俺たちは多分、あいつよりもあんたたちと一緒にいた方が良いんだ。グラッドストン博士なぜですか？ SCP-237、に、キュアー、あいつの動画を見たんだよな。あいつがどれだけ早く俺たちを作り出せるかを。グラッドストン博士SCP-237、に、キュージェ、俺たちがもっと大勢いないのはなぜだと思う？グラッドストン博士私には。SCP-237、に、キュー大勢いたんだよ。でもあいつは、そいつらのことを未完成で放置した。あいつは俺たちにだんだん飽きてきた、あるいは満足できないというか、不満。グラッドストン博士は、それがおそらくここでは適切な言葉だと思います。SCP-237、に、旧あいつは俺たちに不満を抱き続けてた。それで、俺たちの誰かが気に食わなくなると、あいつはそいつらを叩き潰してベトベトの塊に変えてからもう一度やり直してたんだ。そういうことがあって、ワンコロとか、ピエロとか、シスターとか、プリンセスとか、あいつらはただ消えた。あんたはベビー SCP-237、に、6、が3番目のベビーだってことは知ってたか？最初は女の子だった。でもあいつは裸の女の赤ん坊の細かい点まで作るのは申し訳ない気分になるってんで、あの子を一回潰して男の子に作り替えた。そう長い間じゃなかったけどな、理由は同じだ。結局、あいつは赤ん坊に性別はいらないってことにして、今のベビーがいる。グラッドストン博士思っても見ませんでしたよ。これで色々と説明がつきます。ありがとうございます。SCP-237、に、9それに、顔なし SCP-237、に、4、とゴスロリ SCP-237、に、10、と体操 SCP-237、に、11。もしあいつにあいつらへの命を吹き込む前に細部まで作り終えるための余分な時間さえあったら、うん、でも俺にはあいつを責めることはできない。グラッドストン博士なぜですか？ SCP-237、に、9、いや、あんたにはわかってねえよ。さっき、あいつがただ俺たちを見捨てたとは信じられないって言ったよな。あれは文字通りの意味だ。不可能なんだよ。俺があいつを責めることができないのと同じように。俺たちはみんな、そういうことはできないようになってるんだ。